さあ、皆さんこんにちは、こんばんは、ゴーストです。というわけで久しぶりに、プロジェクトカーズ3やっていきましょう。で、本日やっていくのはシングルプレイヤーですね。キャリアモード進めていこうかなと思います。では早速いきましょう。で、キャリアモードはですね、ロード E の方はライブで実はクリアしてしまったので、本日はロード D からやっていこうかなと思います。ロード D ですね。で、今日やっていこうと思ってやってるのはですね、ロード D スペシャルというハブのこちらをやっていこうかなと思います。日本シュートアウトっていうイベントですね。コースはインテルラゴスになっております。で、このゲームはですね、レースになんかこう勝つとか1位になるっていうのがキャリアモードの目的ではなくて、クリア条件が各イベントになんかこうあるんですよ。それがこの左にあるレースに勝利する1ラップの間1位を維持するとかなんですけど、これをクリアしないとなんかこうポイントみたいなのが手に入らなくて、で、そのポイントが手に入らないと次のイベントがアンロックされないみたいな感じになってるんですよ。なので、ちょっと他のゲームのキャリアとは若干こう勝手が違うなという感じがしますね。まあやっていきましょう。で、このイベントではですね、日本車しか乗れなかったので、急遽ランサーエボリューションを用意しました。ではやっていきましょうか。それではブラジルにやってまいりました。ウェルカムトゥブラジルということで、日本シュートアウトをやっていきましょう。で、インテルラゴスですね。グランツーリスモや F1 シリーズなどにも収録されているブラジルのサーキットになります。F1 なんかで有名ですね。では行きましょう。で、今回は天気がですね、雨のようですね。まあ、最初はドライなんですけど、途中から雨降りますよという予報になっております。では早速やっていきましょう。まあ、チューニングとかは特にやることはないので、早速いきましょうか。よーし。いや、久しぶりですね。いや、プロジェクトカード実はものすごい久しぶりで、運転できるかちょっと心配なんですけど、2 1、いけ。待って一応クラッチとシフターが使えます。ちょっと待って、私のライブ早すぎませんかレギュレーションがちょっとゆるゆるなんじゃないの。あー、難しい。わー、難しいな。やっぱりフォースフィードバックの感じもやはり他のゲームとはちょっと違いますね。いや、ちょっと待って、私の車すごく速いのでは。なんだこいつ。ちょっと、いやえぐい。あ、シビック。いや、ちょっと待ってください。でもコースが実はですね、インテルラゴスあまりわからないんですよ。コースの形がわからないという意味ではなくて、この車でどのぐらいのスピードで曲がれるかっていうのが実は今回初めて走るのでさっぱりわからないんですよ。いや、このランエボも実はですね、今初めて乗る。いやなかなか AI ちょっとえげつないな。 AI のそのラインの詰め方えぐい。結構ランエボはですね、オーバーステアな表現になってますね。ちょっと上位ランエボばっかりじゃないですか。これ実はランサーエボリューションが主役のレースなのでは。いや、来た。雨降ってきましたよ。いや、四駆とは思えないほどすごい、あの FR 臭い動きしますね。 AYC の威力発揮か。いや、すごいブレーキも効くし、すごい、実はですね、このゲームチューニングできるんですよ。で、このクラス最強レベルまでチューニングしてきました。レギュレーションしたこっちゃないな。いやえぐい。今のはえぐいよ、今のは。で、今の寄せ方はもし何かあったら私じゃなくてあなたが飛ぶからね。ああ、素晴らしい。いや、もう余裕ですね。この我がランサーエボリューションを見るがいい。これがゴーストチューニングだ。ゴーストエボだからね、ゴーストエボ。いいよ。いや、北見チューンより強いですから、ゴーストチューンは北見チューン超えますからね。共にゴーストチューン。よし、いいぞ。いや、このレースはもうね、楽勝ですね。これ勝ったな。そんな車で戦おうなど100万年早いという話ですよ。出直してこい。あー、やばい。いいですね。いや、結構でも楽しい。やっぱりフィードバックがね、ちょっとなんだろう、あんまりね、そんなにこのゲームハンコンでやったことある人は分かると思うんですけど、他のシム系のゲームや過去作のプロジェクトカーズ2とか1に比べると、フィードバックがですね、かなり弱くなっちゃって、
なんかこうスカスカなんですよね。ちょっと運転の感覚がすごい難しい。正直パッドの方が走りやすいですね。よし、いいぞ。いやでも難しいね、インテルラゴスランエボで走るの難しいですね。このコースを日本車で走るっていうことはほぼないですからね。ほとんどない、初めてですね。どのゲームでも初めて、どのゲームでも経験がない。まあ実況者としてはやりやすいんですけど、過去作に比べるとサウンドがねすごく弱くなっちゃったっていうのもちょっと残念なところかな。エンジン音とか、環境音とかの迫力ですねがちょっとあれかなと思います。アセットコルサコンペティチオーネとかの実況を見てくれてる人はわかると思うんですけど、私の声が聞こえないっていうぐらいえげつないんですよ。ダートラリーもそうだった、実況者の声が聞こえないっていうぐらいやばい音声なんですけど、プロジェクトカーズは私の声の方が多分でかいランサーエボリューションのこのエンジン音よりも私の音声の方が勝っていると思います。だから喋る側としては声量が少なくて済むからありがたいんですけど、いやドリフト、四輪ドリフト、あいいですね、完璧完璧ですね。いや偶然です、はい。ドリフトしたくなかったんですけどしてしまいました。いやこれ何ラップ、もういつゴールしたっていいですよ。私は仕方ないな、君たちのその一途の望みにかけさせてあげようじゃないですか。まだ逆転できるかもと希望を持たせてあげようじゃないですか。させません。たとえ何ラップしようと私の勝利は揺るがないですよ。いやここ難しすぎますね。いやでもシフター使えるのは最高ですね。あとクラッチも一応使えるのは最高です。ただエンストしないんですけどね。いいよ、いや過去のプロジェクトカーズはエンストしたんですけどね。プロカー2もエンストしましたね確か。ただクラッチ使わなくても使おうとも変速はできましたけどね。そういうところの表現は初代が一番シビアでしたかね。いやこれは勝ったでしょう。はい、いただきました。キャリアモード、これは私のキャリアはもう順調ですね。阻むものは何もない。よし、一発クリア。ファーストレースに勝利する。1ラップの間1位を維持する。なんだこの表記は。1分秒以下でセクター2を走る1分秒以下、ちょっと初めて聞く言い回しですね。とりあえずクリアしました。プロジェクトカーズね、ものすごく久しぶりにやったんですけど、全然過去作とは違うんですけど、これはこれでね、でもやるとね面白いんですよ正直面白い。いやマルチプレイも面白いんだけど、結構ですねキャリアモードも一回やり始めると病みつきになるところがあるかなという感じがします。なんか昔のグランツーリスもやってるみたいですね。面白い。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。